悲劇からの転機。渋野日向子の追い風と年収アップの秘策。ゴルフは興味あったけど、お金がなくて始められなかった。そんな方は少なくないはず。しかし、一部のトッププロゴルファーには意外な年収があることをご存知でしょうか？注目すべきプロゴルファー、渋野日向子選手。彼女の年収は一体どれくらいなのでしょうか？彼女の苦難や転機についてもご紹介します。可愛いルーキープロは常にピンクが好きなドキドキガール。2023年、渋野日向子選手は賞金ランキング50位以内に入り、わずか19歳でルーキーイヤーの最優秀新人に選出されました。プロデビュー初年度からの好成績と彼女の魅力的なキャラクターが支持され話題になりました。しかし、成績が上がるにつれ、プロゴルファーにとって避けられない問題が待っていました。2023年、渋野選手は、自らが所属していた事務所との契約更新に失敗。その結果、年商1億を超える年収は半分以下に減少し、自らの費用で世界ツアーを開らなければならなくなりました。その後、選手としての実力が着実に高まり、その影響は結果に現れました。昨年、渋野選手は LPGA ツアーで6勝を挙げ、24歳で賞金女王に輝きました。彼女は昨年から KDDI がスポンサーとなりました。一方で、彼女は自らの問題から学び、自己啓発に努めました。戦略的貯蓄や他の投資を進め、以前の年収を超えることに成功しました。渋野日向子選手は、誠実な真面目な人物で、トッププロとしての指導力も魅力的です。彼女の苦難と転機は、ゴルフ界だけでなく、多くの人々に勇気を与え、目標を追いかける原動力となっています。ゴルフの大会で見かけたり、テレビの中で見たりする渋野選手には、新たな期待が寄せられています。これからも彼女の活躍とエールを送りましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。